どうも、スキンヘッドカメラのバンバジクです。よろしくお願いします。はい、こちらはですね、万栄競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきます。はい、もうね、うん、来週はクリスマスですね。いや、そうですね、1年も早いですね、クリスマスはって終わりですね。こうやっぱさ、外になかなか出れないけど、はい、こうやっぱり雪もさ、あんま嫌じゃん、雪降るのって。嫌な時もあるけど、北海道の人はあんまり好きじゃないと、まあ、クリスマスくらいはやっぱホワイトクリスマスがいいなって思うタイプね。ちょっと彼女できたからロマンチックな。ああ、そうそう、せっかくね。俺はね、あんまり歓迎じゃないね、ホワイトクリスマスは。そうなの。その万栄的にはその馬場水分量が上がって、結構高速決着になって、で穴出やすくなっちゃうんで、あんまり雪は降らない方がいいかな。万栄芸人の鏡だね俺だってもう、そう、ホワイト何、自分のプライベートなことしか考えてない。いや、そうよ、万栄。いや、何この人、情けない、情けない、お前、ほんとに出直してくるわ本当、常に万栄のことを考えてる、ね。そりゃそうよ、もう天候は、ああ、今日はじゃあ万栄こうなるかなということですけど、はい、今回予想するのは、その名の通り12月21日、メインレースのホワイトクリスマスショー、はい、でございます。はい、じゃあ岡本からいこうか。はい、僕はこちらでございます。じゃあ、はい、3連複二等軸、はい、ちょっとね、若い世代交代ということで、若い馬に期待しました。4番の競泳でいうと8番の目黒オブサックを二等軸にして、競泳では番組喫下賞勝ちで、目黒オブサックはもう言わずもがない、強いよな、去年の三冠馬ですからね。で、相手に2番のミドルシャープ、3番青のグラフ、9番俺の心、ね、ちょっとこの俺の心とかはもう年齢いってるから、この若い力に勝ってもらって、俺の心もちょっとまあ入ってくるみたいなイメージで、はい、各200円、はい、計600円です。はい、じゃあ僕の予想なんですけど、交渉半壊です一番の交渉案会ですね。もう予想というか、その、なんていうかな、好きで、はい。ただ、もうクリスマスなんでちょっと奮発して、副賞2000円いきます。なるほど。これね、もう本当に5番、6番人気ぐらいになってきてると思うんで、そうなんだ、副賞なんて全然あるからね、もう本当に、ババが多少重くなって、堅実が系がね、要求されるようになれば、交渉案会なんてもう全然絡みますから。いや、でもこれからも頑張ってくれると思うけどさ、やっぱいつかは引退の時が来るわけじゃない。はい、その時のちょっと下の心とか心配になってきたね。こんだけ好きな俺の心が心配になってくるわけですね。おお、万栄能がすごい、万栄能がすごい、芸人がすごいというわけで、はい、来週もまた頑張っていきましょう。よろしくお願いします。